ラキラ駅の川。川に来てみんなが遊んでいる。川で遊んでいる人が楽しめるように、みんなが楽しめるように、そして嬉しい気持ちになってね。広がる世界を一望できるよう、たくさんの人々と景観の対象を描こうとする意欲が感じられます。人物の表情が豊かで、人工物とその影など遠目で見てもうまく表現できていて、独特の筆使いで個性的な絵に仕上がっています。お魚大集合。僕が大きくなった時に川の中に生き物がいっぱいいてほしいと思って描きました。僕は竹があるとひんやりするので、竹がたくさん生えたらいいなと思いました。お空を見たら生き物みたいな雲があったら面白いのにな。とてもインパクトがあり、この時期年齢にしか描けない力強い作品となっています。海、大地、空と自然を幅広く捉えていて、特に赤い太陽と緑の竹との対象が面白い構図になっています。よく見ると海の生き物と空に浮かぶ雲の生き物はペアになっているのですね。街並みをきれいにしよう。古い街並みをきれいにして住む人数を増やしたいです。どうしてかというと、昔の建物を残したいからです。そしたらみんなが気持ちよくなれると思ったからです。構図がまとまっていて、石畳に表情をつけたり、人物の表情が豊かに描けています。古い街並みをきれいにしましょうというメッセージが伝わる作品です。人と生き物が仲良く暮らす海。私は日向の海が大好きです。海に行くといろいろな生き物に出会います。日向の海にはウミガメも来ると聞きました。人と生き物が仲良く暮らす海がずっと続いてほしいと思ってこの絵を描きました。人と自然をテーマに、海の上と海の中の世界の調和を美しい配色で表現できていて、人と自然の共存を願う思いが伝わる作品です。私たちの目に映る風景の奥にどんな世界があり、どんな秘密が隠れているのか想像を巡らせてくれます。柄の街。どうして柄の街にしたかというと、家や電車がいろいろ柄にしたら面白いかなと思ったからです。そして柄はとっても面白いからです。雨のしずくの柄や三角や四角、いろいろあると毎日散歩したくなったり、いろいろ面白いことばかりだから柄の街にしました。タイトルの通り、賑やかな色使いで見る人を楽しませてくれます。線路や電線などの現実的な部分や人々の笑顔の表情まで描かれた面白い発想の作品です。柄という一種のデザインルームを設定して、街の姿を鮮やかに想像していこうという提案は他作品にはないアイデアでした。カラフル魚電車。カラフル魚電車の中にカラフルな家があり、まるで外が水族館みたいにしてみました。大きなカラフル電車や小さなカラフル電車があり、自分が行きたいところに連れて行ってくれるので、学校に遅刻しないし、会社に遅れないし、みんなに頼りにされているカラフル魚電車です。今回の応募作品の中でファンタジー系作品の代表作ではないでしょうか。
見るたびに笑顔がこぼれる想像力豊かな楽しい作品です。風景を描くというより風景を形作る社会システムの提案と受け止めました。人々が常に移動しながら生活するモバイル時代の到来を予感させてくれます。ずっと住みたい場所、私は日向市にずっといたくなる場所を描きました。この木はニコニコが描いています。どこの島にもコードで木とつながっています。なのでどこへ行ってもニコニコになれる。そしてみんなで日向をより良い場所にしたかったので、このような絵を描きました。色塗りの仕方は背景や乗り物以外は綿棒を使って塗りました。一つ一つが丁寧に描かれており、綿棒を使うなど基本的に工夫が見られ、ひょっとこのワンポイントなどデザイン的にも見る人を楽しませてくれる作品です。他の作品にはない抽象性を高めたスタイルが評価されました。みんなどこかでつながっているのか、いろんな解釈ができるのも魅力です。お花も笑顔もいっぱい、お花がいっぱいで明るくて差別や悪いニュースもなく、みんなが安心して暮らせて、ゴミも海や川にも流されてない、いつでも笑顔がたくさんの場所になってほしいです。これだけ緻密に花が描かれた作品は少なく、まるで桃源郷の世界、いろんな花が描き分けられており、輪郭のない細かいタッチがうまく表現できています。視線が上から見ていたり横から見ていたり、花の大きさや人の大きさがまちまちなのがかえって幻想的なトリックアートのような楽しさもあります。スマイルタウン、みんなが笑っていてみんなが助け合う街を描きました。日向夏とヘベスの家があり、子供たちがいつでも遊べるようにしています。僕が大人になっても変わらず自然がたくさんあってほしいなと思って描きました。作者が楽しそうに絵を描いているのが想像できます。最高の人物に目が行きがちですが、背景のヘベスの家、メタバスなど見ている人も楽しめる作品になっています。きっと作者の頭には街を作るいろんなアイデアが蓄えられているのでしょうね。カワセミの羽ばたく川、川にカワセミが住めるくらい快適になってほしい。カワセミが羽ばたく瞬間や川の水面の表現など独特な色使いで状況がよく伝わる写実的な力作です。豊かな環境の象徴として小さな生き物をクローズアップして丁寧に描くことで環境全体の調和を雄弁に訴えていると評価されました。自然あふれる日向市、自然が少なくなっている今、私は自然を取り戻し、自然あふれる日向市だったり近未来的な建物があったり、リニアモーターカーなどがある日向市を想像しました。主役のひょっとこリニアのおかげで漫画チックな第一印象ですが、昆虫の描写などを見るとかなりディテールに凝っていて、イラストレーションの技術が冴えています。ひょっとこだけでなく絵が描かれているのは最近日向市の変化をしっかり捉えてますね。この日向の朝日の景色を永遠に、今現在さまざまな環境問題が起きたりコロナ禍であったり少し暗くなっているように感じました。今はまずこれを乗り越え、温かく優しいみんながそう思える日向の朝がずっと続いてほしいという思いで描きました。コロナ禍で暗い世の中だけど、そ
こに光を見出したい気持ちや、このままでいいんだよっていうメッセージが伝わります。海と空の調和、大地とのコントラストがうまく描けた深みのある作品で、静かに安らかに夕景の安寧を願う大人の目線が感じられます。日向市の海の素晴らしさを改めて知らされました。とても美しい絵に引き込まれました。憧れの町日向、緑が豊かな山と蛍も飛べるほどの綺麗な川、ゴミの落ちていない青い海が大人になっても残っていてほしい。大人の遊戯場が増えるよりも、スポーツパークやラグビー専用グラウンドなどのスポーツや子どもたちが遊ぶことのできる場所がこの日向市にあってほしいです。子どもたちにはたくさんの夢を持ち頑張ってほしい。これからも地元を愛する子どもたちでいてほしいです。未来のスポーツスタジアム、いろいろなスポーツや運動ができて楽しく、みんながスポーツができているスタジアムがあり、思いっきりプレーできる街を作りました。未来のスタジアムは素敵ですね。色使いが最高です。細かく人の動きもかけて良いと思います。